エニワ、東方シネマ8は、北海道エニワ市に所在した、日本のシネマコンプレックス。東方グループの北海道東方株式会社が、経営、運営した最初で最後のシネコンであり、最後まで残った、北海道東方直営の映画館である。当初は、ブレスガーデン、東方シネマ8の名称で開業したが、ほどなくして、現在の名称に定着した。エニワに、 初めて映画館ができたのは1914年、両長にエニワ館が開業したのが始まりである。その後1935年に、島松劇場、1954年に、スバルザがオープンし、3館に増えるも、1963年に、島松劇場、1965年に、スバルザが閉館してしまう。エニワ館は1970年の市政施行後も、 同市内唯一の映画館として営業を継続したが、建物の老朽化などを理由に百9 9 6年2月25日、男は辛いよとラジロをくれないの花を持って82年の歴史の幕を閉じた。2003年にロボコンの舞台挨拶で訪れた長沢正美戦術の絵庭館が閉館した、翌年の1997年、江別市にワーナー・マイカル・シネマズ・江別ベツがオープン。 さらに1998年には札幌ファクトリー内にパラマウントユニバーサルシネマ11、1999年には小樽市にワーナーマイカルシネマズ小樽といったシネマコンプレックスが開業。それらの後を追うように北海道東方株式会社も絵庭市にシネコンを設置することになる。2000年7月8日に8スクリーンの絵庭、東方シネマ8が開業。 開館番組として、トム・クルーズ支援のミッション、インポッシブル2などが上映され、同志4年後ヶ月ぶりの映画館誕生を彩った。シネマ8開館後の同年9月23日には、ワーナー・マイカル・シネマズ・キタミ、11月30日には、ワーナー・マイカル・シネマズ・クシロが開業している。上映される作品は主に東宝の方が、洋画がメインであったが、 小竹や東映の配給作品やアート系の一部作品も少なからず上映していた。また、子供向けアニメ映画が封切られる前後には、その作品のキャラクターの着ぐるみが登場する撮影会が主に同様、日曜、祝日の午前と午後に行われることがあった。2009年、ジェームズ・キャメロン監督のアバターが大ヒットし、世界中で 3D 映画ブームが起こる。 その流れに乗って開業10年を迎えた2010年、シネマ8は 3D デジタルシネマを一部スクリーンに導入。さらに隣接する千歳市に競合館、ジャガ、ポックルシアターがオープンした2011年7月に全スクリーンを完全デジタル化した。この頃には音楽アーティストのライブビューイングも行うようになり、AKB48 にフォースシングル選抜じゃんけん。 大会や奥田民夫、一人、またたびスペシャル五福島神社、桑田圭介の年越しライブなどが同時制、中継されていた。漫画家の横山雄二は2013年5月23日に、探偵はバーにいるにをシネマ8で見たことを、自身のツイッターで明かしている。2015年2月17日、北海道東方は、同年5月31日をもってシネマ8を閉館することを発表。 集客力の低迷で、賃貸借契約を解約したことが、主な理由とされている。閉館記念の特別興行は行われず、同月9日風切りの、脳内ポイズンベリーを、最終上映作として15年の歴史に幕を閉じた。隣接していたトライアル絵庭店も、当館閉館から1ヶ月後の同年7月5日に、閉店している。最後まで、 東方シネマズチェーンに吸収合併されることなく閉館したため、シネマイレージやビットなどのサービスは導入されなかった。閉館後は土地はしばらく空きテナント状態が続いていたが、令和改元後の2020年1月になって、木材加工会社と土地売買契約を結んだことが報じられ、同年7月9日、函館市に本社を置く佐藤木材工業が、 プレカット工場を2022年に新設することが発表された。映画館の建物自体は倉庫として改修される予定。なお、北海道では2023年に東方シネマズが札幌市内に初出展されることが報じられている。札幌ビール庭園駅駅周辺も参照例、劇場版ポケットモンスター、ピカチュウ、名探偵、コナン、江戸川コナン、クレヨンしんちゃん、 野原慎之介など。AB、A には、東方シネマ8が5月末閉館へ。トマコマイ民放。http コロンスラッシュスラッシュ www.tomamin.co.jp スラッシュ20150222872015年6月1日閲覧。東方シネマ8で、ロボコンの特別試写会。千歳民放。 http://www.tomamin.co.jp:/2003/cp030806.htm2016 年6月19日閲覧。エニワで、映画、クイーンイールの死者会。千歳民法。 http://www.tomamin.co.jp:/2004/cp040308 と、htm2016 年6月19日閲覧。abcd、銀幕市庶民ともに、絵には、東方シネマ八や平館、北海道新聞地と絵には北海道新聞社、2015年5月30日、 24面。2019年5月31日閲覧。2012年4月公開日本映画作品リスト。札幌映画サークル。2020年1月28日閲覧。生中継。AKB48 にフォースシングル選抜じゃんけん。大会。ライブスパイア。2017年1月24日閲覧。奥田民夫。 奥田民を一人またたびスペシャル五福島神社映画完成中継上映劇場チケット先行情報ソニーミュージックアーティスト2017年1月24日閲覧桑田圭介の年越しライブを全国89カ所の映画館で同時生中継音楽タたり https コロンスラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュミュージックスラッシュニューススラッシュ606142017年1月24日閲覧。横山祐二。絵には東方シネマ8にて2巻目の探偵にを楽しませていただきました。ツイッター。2020年7月11日閲覧。シネマ85月閉館近隣シネコンと競合劇館映画ファン。寂しい。 北海道新聞。h t t p p h o t o d b h o、ok、k k a i d o n p c o j p d t l 0 0 1 1 1 0 6 0 8 2 0 2 0年3月21日閲覧。絵には、東方シネマ8が5月末で閉館。北の映像ミュージアム。2020年1月28日閲覧。 2015年5月公開日本映画作品リスト。札幌映画サークル。2020年1月28日閲覧。名和重立トライアルエニワ庭ン後の活用策模索。リアルエコノミー。 https://hre-net.com/.keizai/.ryutu/.15253/.2020 年1月28日閲覧。絵には、トライアル跡地木材加工業者に売却、北海道新聞地都市。絵には北海道新聞社、2020年1月23日、14面。 2020年3月21日閲覧。AB、木材加工会社が、土地取得エニワの大型店舗跡工場に改修。ちとせ民法。https w w w t, t o m a m n c o j p スラッシュアーティクルスラッシュニューススラッシュ area1 スラッシュ10490スラッシュ2020年1月28日閲覧。 a b 大谷かな、えに庭に、住宅部材工場箱建て、佐藤木材22年4月稼働予定、北海道新聞経済、商業北海道新聞社、2020年7月10日、11面。2020年7月11日閲覧。札幌、すすきのエリアに東方シネマズ発、出店、東方シネマズ株式会社。 h t t p s w w w t o h o t a a t e r j p n e w s s u s u k i n o h t m l 2 0 2 0年7月11日閲覧子供たちに、大受け、マジック一家。千歳民法。 http://www.tomamin.co.jp:/2007/cp070226.htm2017 年1月24日閲覧。アカデミー効果大入り、送り人。千歳民法。 http://www.tomamin.co.jp:/2009/cp090225.htm2017 年1月24日閲覧。東方シネマ8とコラボ。村上牧場日誌。桜インターネット。2015年9月13日閲覧。ありがとうございます。